いんだ、そんなとこ乗っちゃ。そんなとこ行っちゃいけないんだ。もちくん行けないんだ。悪ですね、最近。降りてください、降りてください。高いところから降りれないんだから、もちくん。これ、とうみおちゃんね、もう生えてきませんね。3回目ぐらいだから。ふぅ、今からカフェに行きます。乾燥しすぎてやばいんで、私が愛用してるめっちゃいい匂いのハンドクリーム。花粉がやばくないですか？今日は暗いか、朝からちょっと家の掃除ちょっとしたり、お風呂掃除したりして、今メイクしてちょっとカフェに行きたいなと思って出てきました。ナチュラルメイクですね、かなり。見てくれ、お友達のまゆちゃんのブランド、セロンって言うんですけど、ワンピースめっちゃ可愛いんです。ちょっと後で全体は撮ります。で、リップ塗ります。くしみつきました。もちくんポーチ入れてます。本日ご紹介するのが、ちょっと待って、キスのリップ、じゃん、2色あります。リップアローです。なんかね、結構最近使ってるんですけど、保湿力高めなので、そこまで下地で保湿リップを仕込まなくても、1本で生きる系のやつ。このね、07番の杏仁アールグレイっていう方が私はめっちゃ好きで、もうさ、みんな私の YouTube とかインスタ見てくれたら分かると思うんですけど、もう好きそうだね、その色っていう感じの。なんて言うんだろうな、ちょっとヌーディーな、血色あるヌーディー。そう、これめっちゃね、リップのスティックが細いから使いやすい。輪郭を交差しっかり、リップペンシル使わないでも縁取れるから可愛い。保湿力もめっちゃ高い。あとさ、めっちゃ細くって場所取らないから、バッグの中入れててもあんまり邪魔になんないかなっていう感じ。可愛くないですか？もう一本の方が私っぽいけど、こっちもめっちゃ可愛くって、8番のアルテミスの弓、読み方ってんのかな、こっちのね、ちょっとね、なんて言うんだろう、この色、濃いめ、紫っぽい赤みたいなっていうやつ、ちょっと塗ってみます。こんな感じ。ちょっとここに塗ると明るく見えるけど、実際ブラウンベースのベリー系の色味でも、今日はメイク的にこっちの気分なので7番を塗りました。密着感がね、すごくて、リップなんかすごいさ、水分多めだとこう弾いてすぐ落ちちゃうみたいなイメージだったんだけど、これめっちゃ水分多いのに、なんだろう、唇にピタッてフィットしてくれる感じで。最近私リップペンシルハマってて、口角上に描いたりとか結構してたんだけど、このリップは口角まで描きやすいの。極細、超極細リップ。色かわいすぎないこれ。はい、まあとりあえずこんな感じで、今日はちょっとゆったりなので
今からカフェに行きたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。夏みたいな格好してる。食べて下が来ました。今日寒いし風強いのにアイスのアイスティーのグランデです。え、風やばくないこれ。中がね開いてなくて。やばくない？外がね寒すぎて撮れなかったからちょっと帰ってきてから撮ります。あったかいんだけど風がね強すぎてちょっとやばかったんで、こんな感じです。今日のワンピース、こんな感じです。帰ってきました。もちくんお土産、お土産です。猫世界さん、ちょっと見てみて。お餅これなんかだーん、ご飯買ってきました。スリスリだね。ご飯買ってきました。これもご飯です。見てこれ、おうちくん体にいいんだって。ママも大好きな納豆。お餅でも納豆食べるかな。あとこれ歯磨きのやつね、なくなったからすいません。ちょっとこれさ、納豆乳酸菌ご飯にかけようね。ちょっと匂い嗅いでみる。めっちゃ納豆だ。やだ、くしゃかった。座り。見てお餅、見て、楽しそうじゃないこれ。お餅のネズミが相棒なんだけど汚いから新しいの買いました。